to ごめん。この番組は今日のスポンサーの提供だ。お疲れ様。よっしゃ、今日もやっていきましょう。はい、マイスクリーム講師のデスの兄さんもでございます。今日もお願いします。いやね、あのね、昨日ね、菓子パンを10個ぐらい食って、もうチートデーでもう爆食いしまくって、そのせいで顔が今パンパンなんでございますけれども、もうそんなん関係なく、あ、これは動画撮らなきゃっていうちょっと案件がちょっと舞い込んでまいりましたので、ちょっと今日は動画をカメラを回していきたいと思っております。そう、今日もね、リアクション動画をお送りしていきたいんですけれども、今日はなんとこちら、サレスカツということで、来たね、サディが復活しました。この度、2015年ですかね、活動休止されてた我々の青春バンドというか、伝説のバンドの一つ、サディがですね、かの名曲、名祭の2023年バージョンを引っ提げて、復活ということでございます。それがね、もうね、一昨日から、YouTube にアップされて、もうこれはもう撮るしかないでしょっていうところで、もうすぐつぶきさんにお願いして、いいですかつって。ありがたく取り上げさせていただきます。ありがとうございます。ということで、早速見てまいりたいんですけれども、その前に、このチャンネルではこんな感じでリアクション動画であるとか、ボイトレ関係、発声関係の話とか、日々アップロードしておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。ということで、行っちゃいましょう。いや、これですよ。明細ね。何回聞いたか。あ、ちなみに僕ね、以前カバーもさせていただいてるんで、ご興味ある方ぜひね、これも、心を込めてカバーしたものなんでご覧いただきたいんですけれども、セッションでやられた回数、奥だろ、これ、多分。奥回行ってるだろ、これ、多分。っていうくらい、こういう音楽好きな人は、もうほぼ確実に知ってるっていう名曲ですね。まだ実は知らなかったよっていう方もね、もう一発でハマると思うんで、2023年バージョン、いただきたいと思います。いくよ。いいね。この辺はさ、結構さ、元々の MV の感じとか世襲してる感じがしていいですよね。サウンドがもういい。これは私のお兄様の一人でございます。両トラックメーカーさんが手掛けてるんで、もう音も間違いないと。かっこよすぎ。マジかっこよすぎ。シャウトから入って、マジで音がいい。ズカズカくるね。くるよ。今のギターめちゃくちゃめちゃくちゃかっこいいのよ、これ。ごめんなさい、すいません、ちょっと歌途中で食いちゃってごめんなさい。行きましょう。いいね。はあ、あ、いいね。まずここですね。まあ、A メロかな。ここ結構元々の感じ、前回再録バージョンと初期バージョンを結構引き継いでるというか、この真央さん独特のさ、ロー聞いてる感じのサウンドじゃない？結構この辺は。でも元々のバージョンよりも、結構エッジの効いた感じの歌い方をちょくちょくしてるっぽいんですよね。あと、シャウト進化しすぎです。マジで。まあ一時期からそうでしたけど、シャウトがゲロ馬です。マジで普通に。トップクラスに上手いです。この界隈の。ちょっと細かく聞いていきましょうか。この辺とかはね、結構パキパキ歌うのがポイントだね。互いを忘れゆくのかみたいな。やがて互いを忘れゆくのかだと、あんまり雰囲気出ないね。やがて互いを忘れゆくのかの方が、マオさんっぽくなります。これワンポイント。怪盗怪盗、ここも結構エッジ効かしてません？怪盗、俺は笑った。深く突き刺さったトゲを抜き、何かを見出す。結構やっぱパキパキ行きつつ、随所にエッジを混ぜてきてますよね。
ボンジュール。うま。喉開きまくりです。シャウトも。上がっていく。ここオクターブ下の厚みのあるコーラスが入ってて、ここいいんですよね。もともとどうでしたっけ？オクターブ下入ってたかな？薄く入ってたのかな？ここはなんか割と厚めに入ってて、ユニゾンしてていい感じですよね。で、これ地味にここ難しいんですよ。男性が結構歌いにくい高さなんですよ、ここ。もっとこの体に深い傷を。Gシャープぐらいなんですよね。このずっと G シャープをね、生き続けるっていう。で、めっちゃ早口だし、さっきも言った通り、マオさんのこの結構カツカツこの曲において発音するような感じっていうのが、むずいんですよ、ここ。いいね。うまっ。安定しすぎ。マジで。これ安定すぎ。この G シャープ高橋名人状態。これマジでむずいんだよな。セッション面たちを泣かせてきたでしょうね、ここはね。そしてこの合間のシャウトがね、重たいのよ。真央さんのシャウトって。やっぱその普段の歌声も結構やっぱこう広い感じで歌われるじゃないですか。その感じがやっぱりこうシャウトにも出てますよね。でもやっぱなんか、以前よりもシャウトが優美で軽やかさもまとってる感じがしますよね。それはなんか聞いてる人も思ったんじゃないですか。この重さももちろん残しつつも、よりこうエコな感じで、なんかお手の物感すらあるっていう感じしますよね。この合間で見せるシャウトが。うん。あー。現れる。ここね、思った人多いと思うんですけど、だいぶここは変えてきたというか、っていうポイントだと思うんですよ。歌い方もそうだし、声質もそうですしね。で、テンポ感とかも含めて、ここはやっぱ曲の雰囲気がガラッとサビ前っていうこともあって変わるところですよね。だから歌い方も結構ここガラッと変えてきてるところだなと思います。ここまでのパートが、最後次すぐれば心も晴れ、結構グッグッとローでこう、なんか体勢低くこうアタックしてくる感じだったんですけど、もっとこう上にこう逃がしてるような感じがこの辺しますよね。こう来てるけど、泣いて泣いたみたいな、この白日にのうのところとかも、白日にって感じ、白日にこう明るめ、高めですよね。ニュアンスがね。何もできず目の前は、やっぱこう、軽めな感じがしますね。ここはね、だいぶガラッと変えてきて、で、ここ僕聞いててポイントだなと思ったんですけど、個人的にだよ。だけど、ここの、めーって急に来る感じ。ここめちゃめちゃかっこいいんですよね。ここめちゃめちゃいいのよ。よく聞いてください、これ。まあ、僕がそう思ってるだけかもしれないですけど、いくよ。こうじゃん。こうじゃん。できたけど、ここでグッってシャウトグッってきて、サビ。なんか、ここは、7割ぐらいは、結構、今までの感じを引き継ぎつつ、3割ぐらい、今の感じ、今の真央さんの、フェイバリットな感じを入れてきてるのかなって、思います。感じましたね。うん。目からの、このシャウトからの、このサビの入り良くないですか？めちゃめちゃ。そしてね。これ、いや、これは、いや、けないよ、これはもう。
入れてほしい。これは絶対。何年バージョンが何回出ようとも、これは毎回入れてください。本当に。この歌詞の頭の部分でのこのエッジ感、いいですよね。本当に。ここ高いのよ。C とか B とかその辺の結構ってか、ウィッターが高いのよ。軽々やられてますけれども、この曲の多分ね、最高音ですね。ここ歌うんだったら最高音だと思います。めっちゃ高いけど、高く聞こえないんですよ。マオさん声めっちゃ太いんで。かっけえな。裏でシャウトも入ってんだね、このバージョンね。そして迷彩といえば、ここのさ、あの僕の好きなポイント言っていいですか。 Indefinable の Indefinable って歌詞だと思うんですけど、 N のとこの真央さんの溜め方が好きなんですよね。すぐにはいかないというか、めっちゃこう N でグーって溜めるのよね。からのファイラボーでこう開ける感じにする、ここのなんか抑揚がね好きなんですよね。このシャウトの抑揚が、ちょっとよく聞いてください。いくよ、ここエンってエンって、このこらえてる感じ好きなんですよね。というかもう真央さんの結構代名詞ですよね。ここ結構それこそライブとかだとかなりがなってた印象なんですけど、このバージョンだと3割ぐらいに収めてんのかな、がなってますけど、多分なんかこの聞いた印象ですけど、すごくこう2023年バージョンはやっぱこう令和感あるというか、あ、なんかある種清涼感みたいのちょっと感じません？さっきのサビ前のところもそうですけど、ちょっと清涼感、これ闇だけじゃないというか、ちょっと開けた部分も感じるみたいな、そういうニュアンスがあるから、それに合わせたのかな。で、がなり減らしてちょっと聞き取りやすい感じによりされてるのかなっていう予想です。だから、ね、細部にすごいこだわり感じますよね。本当になんか音の感じとか、パンフリの感じとか、なんかボリューム感とかもさ、ここね、キリンザーからの、あー、やっぱ軽めですね。うん。うん。うん。ナイスね。ひゃっ！かっこいい。ああ。俺は怯えてのおのこの部分とかは結構下からえぐってる感じはしますね。なんか印象ですけど。衝動に俺は怯えては、結構畳みかけるようにローをえぐってる感じしますね。もう一回いいですか。うん、いやかっけ、マジで。衝動に俺は怯えて、ウェッターって感じだよね。うん。で、裏でシャウトが入って、この辺もポイントですね。理性そしてあっさいのところとかも結構パキパキいった方が多分気持ちいいんだと思っていて、ザックバランに散ってゆく、ここもちょっと分かれてるし、理性そしてあっさいみたいな、ちょっとパキパキパキってところどころこう切ってるよね、歌い方として。これが気持ちいいんだよね、このリズム感を生む、みんなを虜にする要素の一つだと思いますよ。届きます。
この粘りが好き、マジで。ジャリジャリだな。シャウトマシマシで、ありがとうございます。いいね。フレーズとかもこういろいろ変わってるんですよね。これはもうアップデートですね、本当に。うめえ、マジで。綺麗な面がここにはありますよね。ああ、うん、ここむずいんだよな。うん、うん、おー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 おお。これね、ちょっとマニアックすぎるんですけど、真央さんの歌い方の、まあ、本当に細かい特徴の一つとしては、他をあんまりはっきり言わないとかがあるかな。これ、シーン割と全般、そういう傾向にあったりもするんですけど。君がくれた、ちょっとこういう感じじゃない？なんか、がでもないし、他でもないみたいな。なだし。だしみたいな感じで、ちょっとこうぼやかしてるような、まあ、そういう傾向が、これは昔からあると思ってて、これもうなんかね、あのマニアックすぎるんですけど、要素の一つかなって思ってます。はい、ね、泣ける。ごめん。これね、ここいいのよ。ここ声出ちまうのよ。ごめんね。黙ってるわ。ごめん。本当にごめん。しょうがないじゃん。いくよ。かっこよすぎる。これダメでしょ。このブレイクはダメだって。ダメだよ、そういうの。興奮しちゃうんだからね。これ、ここさ、初めて見た人、うわーってなった人多いんじゃないですか。あの YouTube のさ、あのシークバー動かす時に最もリピートされた箇所ですみたいな出てくるじゃん。それだろこれ。それになる場所だろこれは、うん、もう一回だけいこう。次からサビなんでね、また大サビなんで、この下がるのもいいのよ。あ、いいね。もう一回し、うわ、ちょっとトーンが上がって、やったー、復活だー。もう最後の真央さんの叫びがさ、もうほんと復活ののろしのように感じますよね。ということで、いかがだったでしょうか。もうね、様々なね、サウンドとか、あのフレーズとか歌声とかもろもろ含めて、様々なアップデートが施された2023年の、名祭サリー復活バージョンということで、もうリアル泣いた人もいるぐらいのレベルの衝撃の復活だと思いますし、もうここ最近はね、もう話題をかさらって
ております。もうね、好きなポイントいっぱいありすぎて語りきれないし語りきれなかったんですけれども、まあ俺私こういうポイント好きだとかね、皆さんのお声もぜひコメントで聞かせてください。今回取り上げさせていただいた MV は概要欄に貼っておりますので、ぜひチェックよろしくお願いします。あと今回の動画良かったよという方はぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。ということで、デスノリーさんマホンが今日もお送りいたしました。バイバイ。これは関係ないんだよな。